現時点で4000個以上発見されている形外惑星には太陽系には存在しない奇妙な惑星が多数発見されておりそういった発見のたびに惑星科学の常識が覆されてきました今年の7月1日に Nature で発表された論文で既存の惑星科学の枠組みでは説明が難しい新種の形外惑星が再び報告され議論を巻き起こしています t o i 8 4 9 b と名付けられたこの形外惑星は2つの意味で画期的ですまずこれまで ほとんど惑星が発見されてこなかった。ホット・ネプチューン砂漠と呼ばれる領域で、初めて見つかった惑星であること。ホット・ジュピターや、中心星に近いスーパーアースは発見されていましたが、これほど、中心星に近い海洋星クラスの惑星は初めてでした。次に、TOI849B は、地球の約40倍の重さを持つ、超巨大な固体惑星であったこと。この惑星は、土星のほぼ半分の質量を持ちながら、海洋星よりも半径が小さいことが分かり。 地球ととほぼ同じぐらいのの密度を持つ岩石型の惑星であることが明らかになったのですこの新種の惑星はまるで従来の惑星形成論に真っ向から歯向かうような存在だといえますこれまでの伝統的な惑星形成論では集積時に原子惑星が地球質量の10倍を超えるとその巨大な重力によって原子惑星円盤の水素ガスを暴走的に集積するようになり木星クラスの巨大ガス惑星が誕生する。 というシナリオが標準的でしたつまり超巨大な岩石惑星でありながら分厚い水素大気を持たない TOI84QB の存在は従来の惑星形成論では説明できないのですどうやったらこのような惑星を作ることができるのかネイチャーの論文ではいくつかの仮説を提案しています巨大な固体惑星が分厚い大気を持たないということは1かつては分厚い大気を持っていたがその後何らかの原因で大気を失ったに形成したときに 何らかの理由で水素ガスを暴走集積しなかったという2つの可能性が考えられます1に関しては中心性からの X 線や極端紫外線によって大気を剥ぎ取る光蒸発と呼ばれるメカニズムがありますが大気を十分に流出させるには時間がかかりすぎるため光蒸発だけでは観測結果を説明できないことが分かりました大気を散逸させるその他のプロセスとして論文中では中心性と惑星の間に働く重力による潮積破壊を挙げていますまた 仮に TOI84QB が他の惑星との重力散乱によって現在の軌道に到達した場合散乱された時に惑星に埋め込まれた熱エネルギーによって大気が加熱されて流出するといった可能性も提案されていますまた惑星同士の巨大衝突によって大気を剥ぎ取るシナリオも考えられます次に2番目の可能性はどうでしょうか原子円盤中でガスを大量に集積しないためには 惑星の周囲にガスがが存在しないギャップを作る必要があります実は従来の伝統的な惑星形成論ではガスを暴走的に集積しやすいため木星サイズのガス惑星を大量に作りすぎてしまって海洋星クラスの惑星があまりできず形外惑星の観測データと合わないという批判がありましたそこで最近では円盤中でギャップができることによってガスの集積が抑えられるという修正モデルが提案されていますそのため TOI84QB の存在はこういったギャップを伴う原子円盤モデルで説明できるかもしれません。いずれにせよ、TOI84QB の起源を制約するにはまだ程遠い状況ですが、巨大惑星のコアである可能性が高いと論文では結論づけています。TOI84QB の発見は普段目にすることができないガス惑星の内部を直接観測する貴重な機械を私たちに提供してくれているのです。今後も継続的に観測していくことで、 惑星形成論を修正していく重要なデータが得られていくでしょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画ではまだほとんど報道されていない中国の月サンプルリターンミッションジョーガ5号について公開された論文をもとに勝手にレビューしたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。それではまた。